軽井沢72ゴルフは長野県北作郡軽井沢町にある6コース108ホールのゴルフ場である。1956年南軽井沢ゴルフ場が開業。当時は軽井沢南部一帯は湿地帯を含む原野で開発は遅れていた。西部グループはロバート・トレント・ジョーンズにコース設計を依頼。ジョーンズは アメリカでの荒れ地の緑化政策の手法を取り入れた総合リゾートプロジェクトを提案した。コースに多くの池を設け、発生度で地盤をかさ上げし、排水改良を行うとともに、池の水は山水に活用するものである。1971年にジョーンズが設計した西ゴールドブルーと自社設計、合わせて72ホールが軽井沢72ゴルフとしてオープンした。 北コース、東、西、南の6コース、計108ホールからなる。いずれも、パブリックコースとして一般に利用できる。当期は休場となるが、休場期間はコースにより異なる。上信越自動車道薄井軽井沢インターチェンジから、東、南、西まで、約7キロメートル、北まで9キロメートル。北陸新幹線。 品野鉄道線軽井沢駅からタクシーで東、西、南まで平常時8分、北まで13分。同駅から軽井沢プリンスホテル経由で各クラブハウスまでの送迎バスも運行しているほか、池袋軽井沢線、渋谷駅軽井沢、草津温泉線の高速バスも軽井沢72ゴルフ停留所に停車する。軽井沢町内には軽井沢72ゴルフの他に、 下記のプリンスホテル系列のゴルフ場がある。ありがとうございます。